こんにちは。どうも、ご無沙汰です。いや、久しぶりだね。もう、松竹芸能の秘密兵器。もう、秘密すぎてね。誰も知らんねやけど。なかなか出てけへんね、秘密兵器。もうそろそろ出てきてもええのにね。もう深海魚みたいなやつだよ。もう何年やってはんのかな。芸人芸人。20年以上なんだよ。そうやね。え、初めて大谷ちゃったっけ。そう、もう20。もう昭和の時代ちゃうか。そうそう。そうやね。まだ僕18とかそんなんやったんちゃうかな。車の免許取り立てとか18で俺が20歳とかその頃で仕上がった頃やから。そうあれなんどういうきっかけやったの。何で知り合ったの。いや、そやから、うん、まあまあおいおい分かっていくと思うんやけど、うんまあ、今一応ね世間で何もしない芸人やってて、で昔今はもう会社の社長や。そう今一応会社の社長やらせてもらってるんですけども、うん、ね大出世やからね。そうそう、いやいや、でも大したことないね。そないに、いや、謙遜してるけど、いやいや、世間で、ね、そんなに自慢できるほどのあれじゃないんだけど。そうなの。もうこじんまりとね。いや、でも私はね、うだうだしてる、それこそ深海魚みたいな芸人からしたら大出世やね。そう、まあまあまあね、うん、でももう出てこなあかんよね。もう出てこ、いや、もうね、もう変に出たらあかん。出へんのかいな、私らみたいなのは。もう出へんの。出たら、ほんで、やるぞーとか、そういう風に思ったらあかん。周りに迷惑かかる。いや、周りに迷惑かかるもん。せやけどやっぱりいつ出てくるのかなって、僕の周りのみんな友達もみんな楽しみにしてるよ。ほんま、うん、しな、それね。昔一回パッと出てきたね、何やったかな、何の番組やったかな、何かの番組に出て、レポーターで出て、晴れ時々高人かな、朝日放送、うん、そう20年ぐらい前で、ね、一瞬顔映って、あ、すごい、や、出世したやんって。あの番組ね、いや、結構俺もね、周りもベンチャーで言ってくれんのよ、うんうん、違うわ、ええで、その気になってたんやけど、うんうん、そのメインの方が放送局で揉めて、番組自体終わってもって終わってもったね。ほんな私らみたいなもう雑魚はもうバーンやん、ね、怖いやん、うん、いやでもあれやん、ね、今社長やけど、うん、組んでたもんな、社長。そう、昔ね、一緒に漫才してて、出ましたね。何出た、何が出たっけ。あ、ラジオ番組は出たね。ラジオとかいろいろ先輩方が呼んでくれたり。そう、ラジオ番組は、何出たっけ、京都の、ね、ラジオとか出たね、うん、毎日放送とか、毎日放送も、あ、それでヤングタウンも出させてもらったね、いろいろね、うん、出させてもらって、ちょこちょこ出させてもらってネタ合わせ合いでね、2人。そうか、20年前やな。そうね、あ、そう、京都の巨人賞の番組で、うん、オール巨人さんの、何の番組だっけ、京都の、あ、タイトル忘れたけど、うん、深夜番組、そう、出させてもらって、うん、ほんで、漫才をするコーナーあって、全然おもんないよ、言われて。もう足腰が何ぐらいに怒られて。そう、ね、で、その後、ね、今夜は眠れないとかなんか、あの番組でね、言うたらひな壇に座って、そう、今で言うひな壇芸人、そう、後ろ翔が、司会やってて、うん、ダウンタウンさんがおって、はい、うん、それの楽屋コーナーのところでね、楽屋のところで、ちょっとみんな手水せえ言うてね、やって、その時も足腰立たないぐらい言われたね、叱られて、そう、せや、いや、さか正式に出番終わってもって出たとかはないんやけど、ないね、うん、うん、それ幻のコンビや、ほんまやね。あ、でもあれ、今思い出した、うん、漫才もそうやけど、うん、結構ね、今もね、社長という大きい夢をね、叶えてるんやけど、昔、このちゃん、漫才だけだかんで、これから俺はバンドもしようや、うん、覚えてへん、うん、いや、バンドや、そう、バンドね。せや、あの時ね、うん、いや、俺思った、うん、何もできへん、俺、うんうん、何もできへんねんけど、うん、いや、俺何もできへんけど、うん、このちゃん、俺、とりあえず歌いたいから、ボーカルやるわ、うん、ボーカル、うん、俺何もできへんで、うん、このちゃんな、ギター弦6本やろ、うん、ベース4本やねん、うん、数少ないからベースやりやすいと思うから、ベースやりって俺なんか知らんけど、俺ベースどっかから手に入れた記憶あるわ。ほんま？そんなんやったっけ。やってた俺、うん、ベースなんかアホやから4本やからあれ難しいやん。ほんでバンドの練習した。バンドの練習はしてへんのじゃん。ちょでもこの前は答えを40過ぎのね、今、うん、NTT 系の会社で働いてる、まあ、サラリーマンの人が、うんうん、まあ、本名の長田やん、うん、長田さん久しぶりですやん、うんうん、誰です言ったら、その時に僕ね、ドラムで呼ばれたのぼりっていう名前なんやけど、おお、のぼりさん、うん、当時大学生やって、おう、うん、で本名で永田さん言うて、で桃田さんお元気ですかって来たから、あ、まあ、その年代の知り合いやな思って話聞いてったら、俺も忘れててやん、バンドしよう言うの。一緒にバンドやったよね。やろう言うてやりかけて、これからは何でもできなあかん、うん、そうで、ベース言うてめっちゃ難しいね、あれ。難しいやろ、あんなめっちゃ難しいよ、うん、解き伏せる説得の言葉がね、弦が4本やから、まあね、ほんまにベースやってても人は怒られるで、そんな話してたよね。いやでもあんまり久しぶりに会うて、まあ、これもずっとこれからそうそんな話していくと思うんやけど、やらしてもらえないですね、これ、うん、
いきなりね、たまたま見た人にしたら、何が分からんの二人やもんな。そう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 。で、まあ、タイトルも一応、ぼちぼちと行こうかみたいなタイトル、うん、もうちょっと大阪からあの世界へちょっとぼちぼち発信していこうかなみたいな。なるほど。いや、本当はやっぱりその二十歳頃に僕らね、うん、ああやんちゃして、あんなことやった頃からしたら、人間は大きなったは感じる。ほんま？すごい。やっぱりこう広い、まあ世界情勢までいけへんけど、うん、周りこんなんあるけど大変やなとか、うんうん、その辺があってで、うん、いやもんな、うん、でこんなんしたいんやけど、そう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 、うん、そうやね。やっぱりあの今ね、あの世の中であのやっぱりいろんな出来事がたくさんあるんで、うん、まあ近いで暗いというか嫌なこと多いでしょ。そうそう、自殺とかね、うん、守るしね。ほんであの虐待、はいはい、うん、あ子供さんのね、そう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 、あれね、子供いてるいてんねんいてんねん、それ離婚してて、うん、もう子供と離れてるもんやから、うん、もう子供がさ、あ子供のことが大好きやからね、うん、寂しい寂しいしゃあないないうところで、あのニュースでね、うん、虐待のが出てくるやんか、うん、あんな見て許されへんでね。あ、まあそれはもう、いや俺子供おらん独身やけど、うん、子供おらん人間からしてもね、なんか腹立ってくんねん。なんか去年もあったやんか、この間西区、去年あの、ま、に西区でね、大阪、うん、あの要はお母さんがホストクラブ行って、あったあったあった、ネグレスというやつ、一時放棄、うん、ね、あの子供がね、うん、あのクーラーも入れてもらえんと、そのまんま食べ飲まず食わずで肌すっぱだかで、子供が自分らで服脱いで死んでたり、うん、そっか。でもそういうなんていうの、話をね、そう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 、まあ、俺らごときの人間がね、そうそう、あれだけど、僕らがするような話しちゃうねんけども、うん、まあ、この間もあったやんか、何やったっけ、餓死、子供がね、子供が餓死、はい、また別でね、うん、あの猫に餌やんのんと猫の方が大事やん、感覚で子供に餌やってたみたいなんで、餓死で、ね、子供も食べるもんないから、お紙おむつ食べたりプラスチックを食べてね、はいはい、家の中にそんなのしか残ってなかったと。そういうのを見ると、やっぱりもうこの今の時代がそうやっぱりすさんでる、はい、でその中で僕思うんだけど、僕も43になって最近思い出したんが、うん、やっぱり人生も折り返しやんか、うん、このままでええんかなと。なるほど、うん、でそれなんかすごい焦りを覚えてきて、でもまあ僕みたいなんでも生きてるから、うん、なんかそういう死のうとしてる人がもし今見てはったら、うん、もうちょっと待ってえなと、まあ、そうか、そんな話、そうそうそう、そういうじゃあ、あの話と、俺らみたいなんでも頑張ってねんで、頑張って生きてんねんでみたいな話で持っていけたらなと。なるほど、思ってるんです。次回からそういう話を。そうそうそう、ということで、今回はお願いします。